自転車登場中の怪我はこれで備えろ。大手損保会社のコールセンターから代理店営業、さらにはインターネット通販と保険の最前線を経験してきた保険予備校の講師日吉がお届けいたします。今日は自転車登場中の怪我によって入院や通院をしてしまった時に備える保険についてお届けしたいと思います。前回の動画の復習ですが、自転車を購入し日々の生活で乗り始めると大きく3つのリスクが発生します。1つ目は自分自身が怪我をするリスク、2つ目が第三者を怪我させるリスク、そして3つ目は自転車が盗難されるリスク。世の中で一般的に自転車保険と呼ばれているのはこの1と2がセットになった保険商品なんです。また全国の自治体が加入の義務化を進めているのはこの2番目、第三者をケアさせた時に備える個人賠償責任保険の加入なんです。詳しくはこちらの動画をご覧ください。第三者をケアさせるリスクは理解している。その上で自転車登場中に捻挫や骨折などまずまずいが必要になるような怪我に備えたい方に対してどのような保障を準備すべきかご紹介したいと思います。実は最強の保険が思わぬところにあるんですよ。ではスタートです。怪我と病気による治療費を考えるとき、健康保険に上乗せできる2つの公的な制度があることを知っておく必要があります。1つ目が子ども向けの医療助成制度。自治体によって助成期間に差があるものの、病院の窓口で支払う治療費の3割負担部分を自治体が0歳からおおむね中学3年生ぐらいまで助成してくれる制度です。子育て世代にとっては馴染み深い制度だと思います。自治体ごとによって助成事業の内容が異なりますが、0歳から22歳まで医療費助成をしてくれる自治体もあるんです。2つ目は入院や通院による治療で一定金額以上の治療費を支払うことになったとき、定められた自己負担額を超える部分を払い戻す高額療養費制度です。病院に入院するときに確認をされるあの制度です。自転車登場中の怪我によって入院や通院をした場合でも、健康保険の対象となる治療内容であれば月々の治療費の支払い額の上限が設定される制度がすでに存在しているんです。高額療養費制度は別の動画で解説したいと思いますが、100万円かかる治療内容であろうと200万円かかる治療内容であろうと、多くの方が自己負担約10万円程度で収まるようになっているんです。このように70歳未満であれば入院・通院にかかる治療費は健康保険で3割負担となり、さらに残りの3割負担も必ず自己負担で、全て支払わなくてはいけないというわけではないんです。公的な保険でこれだけの保障があるのであれば、任意保険で上乗せの保障は不要ではないかと思われるかもしれませんが、それでもいくらかは実費が発生します。その3割の実費部分に備える方法が大きく2つあります。1つ目は怪我によって死亡や後遺症を負った時の一時金と入院通院時の日額の保険金として定額払いされる保障、損保会社が販売する障害保険や生命保険会社が販売する医療保険です。個人的にはこの定額報酬の支払いは入院時の差額ベッド代であり、通院費の交通費と考えており、3割の実費分を完全にカバーするものではありません。ではどうやって実費分に備えるのが一番いいのか。この2つ目の対策がおすすめ対策なんですが、人身障害保険で歩行中まで保証する契約にすることがいいんです。なんか聞いたことあるけど、人身障害って何だったっけ。実は多くの方がすでに契約している自動車保険の保証なんです。この人身障害が役立つのはこんな時なんです。例えば自分自身が 100% 悪いよそ見で電柱に衝突、運悪く入院手術をするような怪我を負ってしまった、第三者がいない事故なので治療費は自己負担が発生、こんな時に治療費実費を支払ってくれるのが人身障害保険なんです。この障害保険の素晴らしいところは、自動車に搭乗中だけではなく歩行中や自転車に乗っている時も保障対象とすることができる障害保険なんです。あなたが自転車で下り坂を走行中タイヤがパンクして勢いよく転倒、腕や足に大怪我を負ったとしても人身障害の保障で歩行中や自転車などに乗っている時も保障するという内容で契約していれば、保険会社が治療費実費を病院に先払いしてくれるんです。つまりあなたの自己負担がゼロで治療ができるんです。この保証を使ってしまうと来年の自動車保険の保険料が値上がってしまうのではないかと思われるかもしれませんが大丈夫です。あくまでも障害保険なので翌年の自動車保険料には全く影響がないです。しかも人身障害の保険金額は1000万単位なので、死亡後遺症怪我の治療費としても十分な保証を得られます。一般的に障害保険の保証は保険金額を1日5000円などの定額払い商品なんですが、この自動車保険に付帯される人身障害保険は実際に発生する損害を担保してくれる素晴らしい商品なんです。
健康保険でカバーできない3割部分を確実にカバーしたいという方は、この自動車保険に必ず付帯される人身障害保険の保証内容を確認してください。保険期間の途中でも契約内容を、歩行中や自転車などに乗っている時も保証するという内容に変更することができます。さて、今回の動画をまとめます。自転車に搭乗中の怪我は公的な保険である程度守られているものの、やはり治療費の3割相当の負担は確実に発生してきます。この3割部分の負担は、生損保が販売している定額払いの障害保険や医療保険でカバーするのが一般的ですが、自動車保険に加入している方は人身障害保険の保障範囲を拡大することで、実際に発生する損害をカバーすることができるんです。実を言うと、私も家族の歩行中や自転車に乗っている時の怪我に備えて、人身障害保険は保障範囲を拡大して契約しています。これがベストだと思っているからです。3割部分の負担をどうにかしたいと思っている方は、ぜひご検討ください。最後にご案内。講師は保険の募集媒介を行っておりませんので、保険の加入については保険会社あるいは保険代理店にお願いいたします。また少しでもこの動画が役に立ったと感じられる方は、ぜひ動画に対するコメント、そしてチャンネル登録、いいねをお願いいたします。では次の動画でお会いいたしましょう。